青番の3コーナーから4コーナー、まずスタートを取ったのは5番車の中西、そして1番車の川島が2番手につけて、3、4番手の位置が入れ替わって3番手に4番の豊岡が入りました。2番の福田がその後ろ、そして1番後ろ、6番車のハマッチが外に持ち出して残り2周回一本棒を崩していきます。道中位置が取れませんでした6番車のハマッチ、ハマッチがゆっくりと上がってまいりまして現在は3番手付近。ここは4番の豊岡に並びかけていきます6番車のハマッチです。ただこの位置は4番の豊岡も譲れません。豊岡の後位が2番車の福田、そして後ろには7番車の布井がいて3番の高本最後尾、残り600、5番の中西が昨日同様前で待ちます。そして2番手1番車の川島スローペース、さあ7番車の布井6番手、ここから7番の布井がホームかましていって合わせるようにして4番の豊川も反応してまいりました。残り400、7番車の布井が先頭に変わります。そして3番の高本がこれに続いていく。3番手には4番の豊川がいて、さあ豊川進路を内に取った2番手の内目に上がってくる。そして3番手の内には5番の中西アウトが6番車のハマッチ、ここで6番車のハマチが縦に踏んでくる。2番手からは3番の高本もまくっていってまくり合戦となりました。先頭は3番の高本に変わる。そして2番手切り抜けていって4番車の豊川最後は伸びてくるか、逃げる3番の高本、後ろから4番の豊川最後は捉えたか。